どうしたの、さきちゃん。無敵になっちゃったみたいで。え？すぐそこで光ってる星を見つけたの。それに触れたらこうなっちゃって、さっき試しに車に轢かれてみたんだけど、車の方が吹き飛んじゃって。嘘でしょ。じゃあ試してみる。そこのフォーク、私に向かって投げてみて。大丈夫なの？うん、思いっきり。ほら、ノーダメージ。やばでしょ。ねえ、これって心の方も無敵になってるのかな？どういうこと？ごめん、冷蔵庫にあったさきちゃんのプリン食べたの私。ノーダメージ、全然なんともない。本当に？本当に本当に？ノーダメージ。無敵ってすごい。あと今月の水道代高いの、私がシャワー出しっぱなしだったぜ。ノーダメージ。さきちゃんが買ってる高級な化粧水、たびたび勝手に使ってました。ノーダメージ。小学生の頃、陰でさきちゃんのことゴリラ女って呼んでた。ノーダメージ。一緒に行こうって言ってたアイドルのライブ、チケット譲ってもらって勝手に一人で行ってきちゃった。ノーダメージ。ありがとう、全部言えてすっきりした。あ、この機会だからこれも言っちゃおっかな。さきちゃんが今付き合ってる彼氏のさとしくん、実は私の元彼。え？時間切れ。